ということで、まずはウニクリ痛々しさ対決。痛さのあまりキャッチボールできる限界の距離が短かった方がより痛々しいということで勝ちとする。その距離は足元で測定。まず1メートルね。じゃあ用意、すげーな君ら。1メートル痛い当たり前だろ。ついたいよ。1メートル2人ができないと意味ないもんね。そうだよね。いくよ。1メートル痛いね。2メートル2メートルうわわわわ痛い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 2メートル成功です。どっちが先輩だよ。頼むよ。2メートル取ってくれないと成功しないからね。2メートルえっバカ2メートル2メートル惜しかった。これなんだよマジ。2人ができてないから結果 1.5 メートル。微妙に刺さって血が出てる。すごいロケだね。続いて海代表のウニ、果たして何メートルまでキャッチボールできるのか。いいよなこんなの。あ、すごい。1メートル痛い。これ痛い。これ痛い。攻撃力が半端じゃないぞこいつ。いくよ。ヘビー級ですこいつ。ヘビー級だねこれ。そうね、くだらねえよなこれ。まだなんか救いがある。でかいじゃん。ウニとかに太いから。どんだけ真剣に語ってんの。最後には刺さってこない。続いて2メートル。えい、あ、痛い痛い痛い。今長い方、長い方、長い方来た。2メートル成功させてね。頼むよ頼むよ。膝やった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 。2メートル成功。全然嬉しくないんだけど見てる方は。